胸、室内でできる簡単エクササイズ。これは二度胸をシェイプアップしたい方におすすめです。家にあるダンベルであったりペットボトルでもいいのでまず持っていきます。上腕腕の肩から肘より上の側ですね、上腕が床と水平になるように保持します。ここから腕をしっかりと伸ばしていきます。元に戻して伸ばす、これを繰り返します。上腕の裏側の筋肉、ここはしっかりと使われているのが見えると思います。二の腕がシェイプアップしていきます。上腕が水平になっていないと下に向けたようにしてしまっているとしっかりと腕が伸ばせないので十分な効果が得られません。これではシェイプアップにつながらないので正しい位置に上腕を戻します。床と平行になるまで上げてここでしっかり伸ばしていきましょう。みんなも二度腕シェイプアップでした。イエイ。